山下智久の連続ドラマ主演報道に注目が集まる中で、キング・アンド・ドクス・平野の仕が、黒詐欺で主演するという情報が物議を醸す、山 P への嫌がらせか ?2021 年10月27日、ニュースサイト。 フミハルオンラインが昨年10月にジャニーズ事務所を退所した山下智久が2021年4月記念 NHK の連続ドラマで主演すると報じました。このニュースを受けてファンたちはお祝いムードかと思いきや、フミハルには山下が過去に出演した作品の続編情報も掲載されており、それについて不満の声も上がっているようです。芸能ライター。 記事によると、山下が来年4月期に主演する作品は、ビッグコミック、小学館で連載中の人気漫画、正直不動産、作画大谷明氏、原案夏原武氏、脚本水野光博氏の実写版だそうです。 物語は、顧客や大家などとの不動産トラブルやライバル不動産会社との争いに、主人公長瀬在地が正直営業で立ち向かうというものです。山下は今年4月期に放送された連続ドラマ、ドラゴン桜の続編にも声のみでゲスト出演していましたが、正直不動産はジャニーズ退場後初の地上並連続ドラマ主演となります。 この報道に対して、ネット上のファンからは、ヤマピー主演の新ドラマが見られるなんて嬉しい。ジャニーズを辞めても地上波ドラマに出られてよかったヤマピー本人からの情報解禁が楽しみ、といった喜びの声が寄せられています。 一方で、ふみはるは、山下がジャニーズ在籍中の2006年に主演した連続ドラマ、黒詐欺 TBS の続編の制作が予定されていることも報じています。この続編は、作画を黒丸し、原案を正直不動産と同じ夏原氏が手掛ける人気コミック、小学館。 を原作としており、山下は詐欺師の主人公黒崎隆史郎を演じて好評を博し、2008年には劇場版も公開されました。ところが、ふみはるによると、来年制作予定の黒詐欺続編の主演は山下ではなく、ジャニーズの後輩であるキング・アンド・グズ・ヒラの仕様に内定しているとのことです。 この情報に対し、ネット上では平野のファンからも主演ドラマ内定を喜ぶ声が寄せられていますが、山下のファンやその他のジャニーズファンからは、黒サギは山 P で見たかった。山 P じゃないなら、黒サギ、続編はいらない。山 P の影のある感じが役にはまっていたよね。潮君は陽のイメージだから、黒崎のイメージとは違う、といった不満の声も多く寄せられています。 クロサギで現役ジャニーズが主演するということはジャニーズを辞めた山 P に対する嫌がらせと受け取られてしまうのかもしれません。クロサギ続編の制作については現段階では TBS から公式発表はされていないため、情報解禁を待とう。と呼びかけるファンもいますが中には潮君が最近髪を伸ばしてたのって、クロサギのためだったのかなとの推測も広まっています。 もし、黒詐欺、続編が本当に平野主演で放送される場合、山下と比較されるのは避けられないかもしれませんが、公式発表前から、山 P が良かった、という声が広がっている現状について、平野はどのように思っているのでしょうか。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。 心から感謝しています。ありがとうございました。